兵国夏彦は、日本の小説家、妖怪研究家、グラフィックデザイナー、アートディレクター、日本推理作家協会代表理事、世界妖怪協会、世界妖怪会議評議員、関東水木会会員、東アジア会医学会会員、会談の会発起人の一人、北海道小樽市出身、北海道くっちゃん高等学校卒業、専修学校、 クワサワデザイン研究所中退。代表作に、百鬼夜行シリーズ、公設百、物語シリーズなど、株式会社ラクーンエージェンシー所属、公式サイト、大局群も参照。1963年3月26日に、北海道小樽市に生まれる。グラフィックデザイナーアートディレクターとして、クワサワデザイン研究所を経て、広告代理店に勤務したが、 体調不良によりやむなく退職した後、その関連で知り合った関係者と共に独立して、小さなデザイン会社を設立した。しかし、バブル崩壊後の不景気で、会社の仕事はあまりない底びえが続く。そんな中で思いついた、企画書をいくつか作った後の暇な時間になんとなく、小説、うぶめの夏を書いた。そして、休日に出かける金もない百九十四年の、 ゴールデンウィークに会社で小説書いちゃったから印字代とかがもったいないという軽い気持ちでできれば、現行に使った用紙とインク代の元だけでも稼げればと威張った編集者に門前払いをされることも期待しながら、講段社ノベルスの編集部に電話をかけた。編集者は、今日ごくに返事には数ヶ月から半年かかると伝えたが、箱入りで届いた。 うぶめの夏の原稿を読み始めると、予想外に読みふけりついたちで目を通し終え、まず、著名な作家が、編集部のリテラシーを試しているいたずらではと、感じたといい、また原稿を送って、わずか二日で返事をもらった、京極も、まさかのドッキリではないかと思ったという。この作品は、上記のように仕事の合間の暇つぶしに書かれたもので、小説の執筆は、京極にとって、 初めてのことであった。作品の構想は、10年前に考えた漫画のネタという。原稿を読んだ編集者である、唐木敦氏により、すぐに講談社ノベルスとしての発売が決定した。胸骨の夢の発売日に、プロフィール等が解禁され、集営者、中央講論者、新調者と続々と執筆依頼が舞い込んだ。自分の会社に対して、 うぶめの夏発売時点では、まだ思いがけず本があっさりと発売されたことの恥ずかしさで伝えれずにいたが、講談社からの依頼で、猛量の箱を執筆に入る段階で隠すのが、心が苦しくなって、事情を話し、さらに、胸骨の夢発売後になると、他の出版社から執筆依頼が殺到し出すことで会社での仕事はできにくくなったため、会社は一旦退職して、しばらくの後に、 外部スタッフとして仕事も継続することとなった。その後は、京国の縁で自身の単行本や出版社の一部の書籍デザインを会社が担当している。2010年5月28日、日本での iPad 発売と同日に、死ねばいいのに、を電子書籍として発売。また2011年10月14日には46版、ノベルス、分冊文庫。 電子書籍の4形態で、ルーガルーニンクブススクブスアイレヌムマを発売。これは出版史上初のことであった。京国の活動は、小説家のみならず、ゲゲゲの鬼太郎第4作101話で脚本及び自身をモデルにしたゲストキャラ、一国道のキャラクターデザインと声優を担当。公説百物語がテレビアニメ化された際には、声優として、 京国帝役を演じている。また、京国の諸女作を原作とした映画、うぶめの夏では、昭和軍人役として出演した。信仰の深い宮部みゆき、荒又博士等には、水木しげるの故郷である、境港産の松葉ガニを聖母として送っている。百鬼夜行シリーズ作者のデビュー作から続くシリーズ、講談社ノベルスより観光。想定、表紙を買側。 辰巳四郎が担当。辰巳の死後、妖怪側、石黒綾子が引き継いだ。講談社文庫版カバーは、新井良製作の紙人形。他に文札版、愛蔵版が順次刊行されている。公設100、物語シリーズ上記の小説に登場するキャラクターを流用し、江戸期を舞台に仕掛けを行う小悪党たちの活躍を描いた作品群。十六版。 文庫版は角川書店館、進化規範は中央公論新社館。江戸階段シリーズ古典の階段を登場人物などの要素や筋立てを利用して組み直したもの。驚々しい背景と男女の現代的視点からの心理描写が精緻な作品群である。角川文庫版カバーは荒井亮による造形制作。原作は四代目。 鶴屋南北の東海道四谷会談とその元となった実録小説四谷雑談集で筋立ては校舎に近い原作は山東京伝の復讐祈談朝香沼原作は岡本軌道の番長皿屋敷ルーガルー当初女子高生 SF 小説として構想が語られていた作品2010年夏劇場アニメ公開ドスコイ小説媒体で くだらないキャグ小説をというコンセプトのもとに執筆された小説。作品タイトルからして、た小説のパロディであり、作者名も毎回変名となっていた。それぞれの作品が、中心グラと48手を主題にした、変装曲のような構成で、先に発表された小説は、次の小説内の世界で発行された小説という、プロボロスや、土俵の輪のような構造を持つなど、 遊び心に飛んでいる。扉と劇中に登場する4コマ漫画は、知り上がり久しが担当しており、単行本、新書、文庫と再発行されるたびに4コマ漫画が書き直されている。また、本文中のセリフも一部が過失されており、もとよりメタフィクション的なギャグがふんだんに含まれていることから、過失行為そのものをネタにしている部分もある。集英社文庫版カバーは、 荒井良による造形制作。南極前日のドスコイ初集のすべてがデブになるの登場人物によるスピンオフ作品。南極夏彦のあるダメな小説家と周辺の人物が巻き起こし騒動が描かれるギャグ小説、南極体験体シリーズをメインとする。メタな描写や得意な仕掛けが多いが、そのすべてがギャグのために存在するというケウな小説でもある。 コラボ作品以外のタイトルは、やはり有名作品のパロディで、最初の3作品のみ、ドスコイ同様編名を使っている。集英社間いやシリーズホラーでも、階段でもなく、ただ、嫌な気分になる小説をというコンセプトで書かれた、連作小説集。各話のリンク、内容と、想定が一つのメタフィクショナルな仕掛けとして機能している。豆腐小僧シリーズ現代怪談シリーズ。 東の物語、リミックス柳田国夫の東の物語を、京極夏彦が現代語訳、訳、説話の収録順をテーマごとに入れ替え、といったリミックスしたもの。書楼とい井道シリーズ人で、なしシリーズ巨実妖怪百、物語シリーズその他小説、物語先週連載中の小説連載中段小説雑誌掲載短編、エッセイ対談国書館公開館、 文章角川書店館、徳馬書店館リード社館。ありがとうございます。